こんにちは、エリです。今日は、ちょっといつもと雰囲気がガラッと変わりますが、子どもたち向けの、レスリングの技術を少しやりたいと思います。タックルと、まあ、大まかにタックル、ガブリ、グラウンドってあると思うんですけど、まあ、タックルはもちろん、私は結構ガブリも大事だと思っていて、で先輩からもちょっとガブリをやってほしいっていう風にリクエストをいただいたので、今日はガブリをやっていこうと思います。ピン！ガブリは私は左なので左でやります。まあ最初左手はカゴで、見やすい方がいいと思って、右手はこの相手の肘の上の方、そして肩をこの首と背中の間ぐらいに置いてプレッシャーをかけて、こういう風に頑張ります。で、結構ちびっこの時に多いのが、やっぱりこの腕、この首に巻いている腕でも、そういうハサミにとって、横に回るっていう
まあ基本的なかぶりは一番最初に言ったのが基本で、私がかぶりを好きになったきっかけっていうのは、まあ、この手を深く入れないこのバッグの回り方です。はい、そんな感じで今日はすごいいきなり技術的な部分になったんですけど、ちみっこの皆さんもし何か参考になればいいなと思います。それではまた明日の今日もバイバイ。ガブリ、こう肘が深くなるとやっぱ回るのがすごい難しいし、力抜くのも難しいから、やっぱりガブリ基本は、うん、引いとく、グッとこれをちょっと畳んでおいて顎を持つ、そしてこの肩で で、こっちの肩なんで、もう肘ぐらいで、これをこういう風にこっちを引く、そして浅く持ったでプレッシャーをかけながら行きます。もう一つの手は、ダブルはまあこういう風に肘を動くと思うけど、こうなるとやっぱり点数が取れないから、相手が来た時にこれまず押さえる、左手でこっちの手をこう取って下から左手をここで決める感じで、はい、次に出ていく。で、結構こうやっても腰に回すこととか言うけど、腰回すとやっぱり相手は向かい合ってきて、点数が取れないところがあるから、私は結構こういう風にしたら ここについて足首の方を取りに行きます。だからまあ一番やっぱり大事なのは、とにかく手でしっかり相手の頭をそして、これは脇の下に入れて回るっていう感じです。はい、これは、まあ、あくまでも、が練習してきたと思うことなので、多分レスリングにはいろんな技術があって、いろんな体型の人がいて、その選手に合ったものがあると思うので、まあ、自分に合った技を、まあ、これが正解というのはないと思うので、まあ、自分に合った技をどんどん見つけていったらいいかなと思います。